ジェイデン・スミスは、アメリカ合衆国の俳優、ラッパー、歌手、ソングライター、ファッションモデル、アパレルブランドのプロデューサーである。2009年、ジェイデンと、家族1998年、アメリカでトップの人気を誇る俳優ウィル・スミスとジェイダ・ピンケット・スミスの間に長男として生まれる。2006年、8歳の時にウィル演じるクリス・ガードナーの息子クリストファー役として映画。 幸せの力で俳優デビュー。演技を高く評価され、世界的に有名になる。2008年には、1951年の地球が静止する日のリメイクに、ジェイコブ役で出演。2010年、1984年のベストキットリメイクに出演し、アクション俳優のジャッキー・チェンと共演し世界的にヒット。映画のエンディング曲も歌い話題となる。2013年、 アフターアースで、ウィルと再び親子を演じた。2014年4月1日、ジェームス・マック・ブリッジの小説、ザ・グッド・ロード・バードを元にした映画に出演。カンザス州に住む少年奴隷のヘンリー・シャクレ・フォードを演じた。2010年にアメリカのポップシンガージャスティン・ビーバーのシングル、ネバー・セイ・ネバーにラップで参加し、アーティストとしての活動もスタート。2012年10月1日、 ファーストミックステープザクールカフェ2014年には続編となるクールテープボリュームにをリリース2017年にはファーストアルバムサイヤーをリリースしシングルアイコンがスポティファイで総再生回数1億回を突破する大ヒットを記録する2018年3月には来日し横浜アリーナにて開催されたマイナビプレゼンツ第26回 東京ガールズコレクション2018スプリングサマーに出演、アイコンとウォッチメ、バットマンのミックスを厚くパフォーマンスし、会場を盛り上げた。2019年には、セカンドアルバムエリスをリリース。アメリカ最大級の野外音楽フェス、コーチェラフェスティバルでは、ウィルも参加し、パフォーマンスを披露した。2020年8月に発表した、サードアルバム CTV3。 クールテープボリューム3では、約10年ぶりに、ジャスティン・ビーバーと再共演を果たし、ホーリング・フォーユーがスマッシュヒットした。2013年、韓国人デザイナーとコラボし、客が自分たちでロゴを作成し購入することのできる、ポップアップストアを作る。2015年、T シャツから、ボトムス、ベストなどを取り扱う、自分自身の服飾ブランド、ムズフツレップを立ち上げ、プロデュース。 ブランドアイテム、サイヤーは、ユニセックスでポップなカラーのデザインが特徴で、2018年12月には、日本でも販売が開始された。2016年には、ルイビトンのレディースウェア発の男性モデルとなる。2018年秋冬から、ジースターロウとパートナーシップを結び、同ブランドの共同出資者であるファレル・ウィリアムスと、サステイナブルなデニムコレクションを発表している。 2015年の19歳の時にリサイクル可能な紙ボトルに入ったウォーターブランドジャストウォーターを立ち上げクリエイティブディレクターとしてブランドに携わる。2016年メールエマフューチャー賞を受賞し環境問題に関する彼のリーダーシップと行動が評価された。2019年にはホームレスの人々に無償で食事を提供するフードトラックサービス I love you r e s ラレストランという活動を開始した。2015年2011年8月、ピープル氏がハリウッドのリッチなティーンを発表し、妹のウィローとジェイデンの二人合わせて900万ドルを稼いだことが分かった。米紙タイム氏が毎年発表する。 最も影響力のあるティーンに1 6歳の時の2014年から19歳の時の2017年まで4年連続で選ばれている。2015年、米男性ファッション誌 GQ の最もスタイリッシュな男性20人に選ばれ、最年少16歳でスタイリッシュアイコンの仲間入りを果たした。パンドラの2018年注目すべきアーティストにも選ばれ、世界中から注目を集める。 大の日本好きで有名。2018年6月に発表したゴーストのミュージックビデオは東京渋谷や原宿のキャットストリートで撮影され、進行がある山下智久やヒアダムも出演した。同シングルのジャケット写真にはモデルのアミヤヤが起用された。東京秋葉原で撮影した悟空のミュージックビデオではアニメドラゴンボールオマージュ。 特殊効果でカメハメハを打つパフォーマンスを披露している。